企画と山賊と殿様。山本周五郎。その頃、榎本企画は俳優小川波竜と共に江戸茅場町の裏店に住んでいた。芭蕉の門に入ったばかりで貧窮のどん底時代だった。外へ出る着物も夜の余儀も一組しかなく、それを波竜と共同で使っている有様だった。同門の親友服部乱雪はその自分井上相模の神に仕えていたから、企画の貧乏を心配して絶えず金や衣服を調達してやるのだが、将来酒好きな上に転端な企画はたちまち何もかも酒に変えてしまうのだった。ある時、企画の貧乏を聞かれた井上相模の神公が、榎本にも屋敷へ出入りをするよう言ってみたらどうか、と乱雪に相談した。もちろん乱雪は非常に喜んで、すぐに茅場町へ飛んで行った。ところが企画は一向に嬉しくなさそうで、まあお断りをしよう、と言う。なぜだ、こんな貧乏が続いてはろくな勉強もできぬではないか。バカなことを。天地自然が金で贖えるか。春秋四季変化の妙定を極めるのに貧乏で悪い理由はあるまい。それに、と企画は苦笑しながら、私は大名のために徘徊を読むのはごめんだ。乱雪もそう言われては致し方がないので、公の屋敷へ帰ってその通り復命した。井上公はもとより正門の徘徊に通じ、芸道に理解のある人であっただけ、企画の言葉がカチンと勘に触ったらしい。そうか、大名のために徘徊はせぬと言ったか。と少々不愉快な顔をした。そんなことがあって間もなく、深川松川町の佐野屋喜左衛門という材木問屋の隠居所で、徘徊の催しがあるのに企画は招かれた。喜左衛門は自僧という配合をもって、松風の徘徊では、すでに旦那芸の息を抜きんでていた。興行は7つから始まって、夜の5つに終わり、それから酒が出たので、企画が佐野屋の屋敷を辞したのはもう4つを過ぎた自分だった。駕籠を雇いましょう。と喜左衛門が勧めるのを断って、瞬間の夜風で酔いを覚ましながら参るのも妙でしょう。そう言って外へ出た。先春2月中旬のどこか潤んだ空に、もろと薄月がかかっていたし、川面を吹き渡ってくる風も潮の香りを含んで心よかった。歩き出してから帰って酔いを発した企画は、相川町を右に折れて、満山としじみ菓へ差し掛かった。すると、片川町の暗がりから、待て待て、町人、待てと声をかけられた。びっくりして振り返ると、手に手に太刀を抜いた5、6人の覆面の武士が現れ、バラバラと企画を取り囲んだ。何かご用か。企画も若かったし、まだ酔いが十分に回っているから、弱みを見せまいとして、呆然と相手を見回しながら言った。ふふふ。だいぶ強そうな口を聞くな。いかにもご用だ。気の毒だが、ここへ通り合わせたのが貴様の不運。身ぐるみ脱いで置いてゆけ。文句を吐かせば遠慮なく切って捨てるぞ。早く裸になれ。一人が白羽で企画の頬をピタピタと叩く。企画すっかり毒気を抜かれたが、冗談おっしゃってはいけません。私はご覧の通りの貧乏徘徊し、逆さに振るったってビタ一文ありゃしません。
このボロを身ぐるみ脱いだところで。ええ、ぐずぐず申すか。気早な一人が、いきなり企画の胸ぐらを取って、歯をドキドキする喉元へ突きつけた。網にかかった獲物なら、大名小敷の差別はない。尾羽までむしるのが我らの掟だ。脱がぬとあれば、おのれ。お待ちください、脱ぎます。すっかり酔いの覚めた企画は、手早く帯をほどいて着物を脱いだ。なんだ、まだ残っているではないか。これは襦袢です。いかん、そいつも脱げ。ふんどし一つになった企画。先春とはいえ2月のうち、川から来る風はまだ素肌には冷たかった。さすがに企画中っぱらになって、こんな姿では歩いて家へは帰れません。なんとかしていただかなければ困ります。よしよし、いい工夫をしてやる。族の一人がそう言って向こうへ行った。ちょうどそこへ戻りと見える辻かごが一丁。何も気がつかずにやってくるのを、かごや、と呼び止めた。見ると手に手に白羽を下げた怪しい者たち。びっくりして逃げようとするのを早くも前へ回って引き戻した。へえ、どうか命ばかりは。命をもらおうというのではない。この裸を一人乗せていくのだ。そんなことならお安い御用で。早くしろ。企画はそのカゴへ乗った。どちらまで？黙ってついてくればわかる。賊が答えた。企画がカゴの中から、茅場町へ帰るのだが、と言ったが誰も返事をしない。カゴは調子よく上がった。カゴは右へ曲がったり、左へ折れたりしながら、長いこと進んでいった。左右には例の賊がついているらしく、お頭がどうしたとか、夕べは若い娘の生き肝を抜いたとか、今夜の生贄は五人だが、ちょうどこれで五人目だから、これで役目も終わった。あとは、さらってきた例の女を魚に朝まで飲み明かそうなどと、不気味なことを低い声で話し合っている。これはどうやら賊の家へ連れて行かれるらしいぞ。と思ったから、檻があったら救いを呼ぼうと、外の気配を伺っていると、番所へでも来たらしく、とがめる声がした。これこれ、この夜院にいずれへ参られる。はい、実は急病人でございまして、医者のもとへ参る途中でございます。企画が伸び上がって、助けてくれ、と叫ぼうとした途端、カゴの垂れの間から、すっと白羽が出て、企画の日腹へぐいと差し付けられた。あっと言っても刺し殺さん気配。企画はそのまま身動きもできなくなった。こうして産後たびも木戸や番所で咎められながら、ついに救いを呼ぶ機会もなく、やがて一刻余りも乗り続けた後、カゴはどしんと荒々しく下へ置かれた。出ろ。という声に、企画が恐る恐るカゴを出てみると、うっそうと常緑樹の茂った深山のような中で、向こうからひげだらけの面をして松明を持った、居候の荒くれ男が二人やってきた。そして呆然としている企画の手を両方からひっつかむと、物も言わずに引きずってゆく。木立を抜けると立派な玄関構え。そこにも熊の皮の胴巻きをつけ、山刀をぼっこんだ大男がいて、企画を受け取った。玄関から廊下へ出て、幾曲がりもした後、やがて、高校と灯火の輝く大広間へ導かれた。そこは岩屋の一部へ作りつけたと見え、正面はぐっとえぐり込んだ洞窟で、槍、
長巻、山刀、矢鉄砲、掛け矢など、見るも恐ろしい武器が置き並べてある。上段には面を負った男が一人、七八人の女たちに囲まれて呆然と構えているし、広間にはひげ、酒焼きを伸ばした居候の男たちが、これも女たちに尺を取らせて居並んでいた。女たちはいずれも誘拐されてきたものと見え、衣服も髪形もまちまちであったが、みんな目を泣き晴らしてブルブル震えている様子だった。これ、そこの裸の男。企画が末席に座ると、上段にいる棟梁らしい男が声をかけた。貴様は幸運な奴じゃな。今宵はわしの祖先の百回忌で、女三人、男五人を生贄に祀る日じゃ。貴様が男では五人目、最後の二重になるのじゃ。名誉であろうが。企画は胴部類の出るのを止めることができなかった。とその時、ひぃという若い女の悲鳴が聞こえてきた。すると上段にいる棟梁は愉快げに、ふすまを開けろ。二重を魚に飲もうぞ。はっ。手下の二人が立って、次の間のふすまをさっと左右へ引き開けた。企画は一目見るより、あっと叫んで目をつむった。次の間には、大きな炉が切ってあって、火が烈々と燃えている。その火の上へ、天井から鉄の鎖で縛り上げられた半裸体の女が、逆さずりに吊り下ろされているのだ。喉も裂けよと悲鳴を上げて、白い手足を蛇のようにのたうつ女。烈火のかがりに形相を変じて、今にも悪鬼に化すとばかり、そのままの地獄杖だった。はははは、よいざまじゃな。棟梁はあざみ笑いながら杯をあげた。裸の男、どうだ、よい心地であろうが、貴様もすぐにあのようにしてやる。まあ酒でも参るがよいぞ。手下どもは女をせき立てて、企画の前へ酒と三階の珍味を並べ、嫌がるのを無理じいにぐんぐん飲ませた。ところで裸坊主、我らの慈悲として気に入った芸をして見せる者は、生贄の席を免じてやる定めだが、貴様何か芸はできるか。はい。企画は震えながら、私は徘徊師でございますから、徘徊を読むことはできますが、他に芸と申しまして別に何も。徘徊？徘徊とは何じゃ？深く説明いたしますと難しゅうございますが、ホックの例をとって申しますと、十七時の中へ神羅万象を読み込みまするもので、若よりやや狂態に転じた一種の。面白い。それを一つやってみろ。気に入ったら生贄を免じてやるぞ。はい。企画は溺れんとして藁をつかんだ気持ち、膝を正して空庵にかかった。しかしさっきから転倒している新規は富に静まらず、なかなかメイクが浮かんでこなかった。どうした？時が移るぞ。は、ただいま。空庵に空庵を重ねて一句を得た。一句浮かびました。よしよし、そこで披露してみろ。企画はおごそかに手を膝へ置いて読んだ。霜を見るカエルはモズの靴手かな。なるほど。棟梁はうなずいた。モズの早にえにかかったので、カエルが霜に合うというのだな。面白い。
と杯を開けたが、だがモーズの早煮えなどとはこの座に当てつけた心持ちがあって不愉快だ。せっかくだが助けることはできないぞ。なぜでございます。なぜも風もない。それそやつを生贄にかけるのだ。待ってください。立ち上がる企画。四五人の荒くれが取って押さえると、いきなり頭から黒い布をかぶせた。脱がれようと必死に争ったが、ずるずると引きずっていかれる企画。カッカと燃える烈火のほてりを感じたまま、ついに気を失ってしまった。それからずいぶん長い時が経った。夢から覚めるように企画は自然と目覚めた。おや?と思って起き上がると、自分は茅場町の裏店の一間にハリウと並んで寝ている。夜の余儀も共同のものだし、着物も佐野屋へ出かけた時のままである。悪夢か、懲りに化かされたのか。あまりの不思議さに、ハリュウちょっと起きてくれと友達を揺り起こした。俺は全体どうしてここに寝ているのだ。何を寝ぼけているのだ。ハリウは目をこすりながら、ひどく酔って帰ってきて家の前のところでぶっ倒れたじゃないか。何時頃のことだ。だいぶ遅かったぞ。何でも上官寺の鐘が九つを打ってしばらくしてからだった。一人で帰ったのか。そうさ。企画はうーんとうなった。あの山菜をどうして脱出したろう。どうして生贄にならずに済んだろう。それともあれは何もかも夢か。わからない。ハリューがいぶかしがってどうしたんだと聞いたが、話したところで信じてもらえるものでもなし、企画は黙って横になった。それから3日後のこと、企画は芭蕉の家で偶然四五人の客と同座した。柳田出雲の神、倉持田島の神の2人は顔見知りだったが、後の2人は初めての客だった。すると未知の客の一人が、こういうのを一句最近得たのですが、と言って筆紙を取り、すらすらと一句したためて芭蕉に差し出した。芭蕉はしばらく口のうちにその句を称していたが、どうだ、と言って企画に渡した。拝見いたします。企画は膝を正して受けた。見ると、意外、ぼっこん美しく書かれた句は、霜を見るカエルは、モズの靴手かな。あ、これは。と見上げると、相手は微笑しながら、名乗り申そうか。拙者は井上相模の神。いや。振り返ると、芭蕉も顔をほころばせている。相模の神はニコニコしながら、大名のためには徘徊をせぬという孫公に、ぜひ一句読んでもらいたかったいたずらじゃ。許せ。では、あの山賊の棟梁が、呆れる企画。いや。孔は頭を振って、拙者は手下の賊で、孫公に酒を飲ませた方だ。ここにいる三人は孫公を生贄にしようと手ごめにした賊じゃ。まあ許せ。三人も高く笑った。企画は膝を進めて、ではあの上段にいた方は。他言無用だぞ。
相模の神は声を潜めた。当上様だ。え？将軍家。企画は愕然と目を見張った。将軍家綱が戯れに催した百鬼夜行の主演は有名である。企画の導かれたのはそのうちの山賊の催しであったらしい。市中からあらゆる芸人を誘拐し、それぞれ懸命の芸をさせて楽しんだものである。井上相模はそれを良い機会に若い企画を一杯はめたのであった。